ねえねえねえ。明日からたのしりすが再開です。たらてら、ほじむならくびやしも、二拍子で大きくとって、指替えも、指くぐりも、少しずつできるようになります。たらんてら。学びます。皆さんも人や物は大切に扱いましょう。ピアノ教室は音楽の知識技術だけを教えるのではなく、最低限のマナーにご挨拶、先生をリスペクトする気持ち、お母さんやお父さんを尊敬する気持ちなども教えることは大切だと思っております。先生も日々いろんな曲を練習していますが、良い子の皆さんも楽しみながらドレミの音名で歌いながら弾いてみてください。基本が楽しく学べる指替え、指くぐりもゆっくり練習すれば弾けるようになります。諦めない気持ちが大切です。